こんにちは、デアートです。アートに興味はあるけど満足に楽しめていない方へ、作品や作家を通して現代アートを身近に感じていただけるチャンネルです。今回は須藤美術館の仕事をしながら作家活動をしている高橋たまえさんのアトリエで制作についてのお話を伺いました。前編に引き続き後編をお送りします。でもう一つの大きな転機というのが、東日本元気アートプロジェクトという、岩手県の大槌町に、行かせていただいて展覧会とコンサートをやるという活動をした中で、絵や音楽がどれだけその大変な思いをされた被災地の方々に届けられるのかなっていう、そういう不安に似たような気持ちを持ってたんですけれども、とってももう気持ちが和らいだとか、なんかちょっと前を向くようなきっかけになりましたっていうような声を予想以上にたくさんいただいて、お手紙もいただいたりもして、でこういうものがその人の気持ちの助けになるんだっていうことを、そこでとても確信した経験に発行させていただいて、果たすべき役割があるんじゃないかっていうことを思うようになって、それがまたその制作をしていく上での根底にまた一つ加わって、その一番核になるところにはそういう思いを持って作っています。これは2017年岩手県の大槌町に東日本元気アートプロジェクトでそのために作った作品で、ちょうど春先5月ぐらいで、東北はまだちょっと5月でもちょうど桜が咲くくらいの季節で、春を呼ぶというちょっとこう春を待ち遠しいような感じのイメージで作りました。後から置いた色がスッとこうちょっと下の色を透けて見せてくれる、タイプの透明水彩っていう絵の具なんですが、重ねた時の感じがすごく自分の気持ちに合っているということがあって、ずっとこの画材を使い続けています。でその柔らかい感じを、また色鉛筆という画材がすごく私は好きで、ふわっとした余韻みたいなところを薄くちょっと色鉛筆でやってみて、すごくそれがなんか自分も楽しいし、作品としても自分のイメージに近い感じにはなったので、色鉛筆少しこううまく使っていけると楽しいなと、これからの作品についてもちょっと思っています。新緑の青葉をイメージしたようなもので、これはパネルにそのまま下塗りをして直に描いています。で仕上がった感じも割合その、あこういうなんかイメージに近いものに仕上げられたなと思って、この2点は持って行って展示をさせてもらいました。ちっちゃい頃から絵が得意だったり上手かった子供ではなかったので、作品を作るっていうことを表現するっていうことが自分ができるとは思ってなかったっていうところもあって、憧れみたいなところもあるので、やはりその表現し続けられるっていうところが、それが一番の喜びになってくると思います。オーガンジーっていう素材は卒業制作で使った素材ですごく好きで、あれもだからちょっとつながってるのは、すごく透ける感じで何枚もこうオーガンジーを重ねて展示するっていう卒業制作を作ったんですね。でその透ける感じがやっぱりこう重ねて見えてくるっていう、そういうところがちょっとつながりがあると思います。好きな布がたくさんあって、なんかちょっと形を変えて表現できないかなっていうことは今考えています。今回は作家の高橋たまえさんのアトリエから後編をお送りしました。最後までご視聴ありがとうございました。